言えってなんだ。くしゃみしました。鼻むずむさせたのは風が混ざった砂の粒のせいです。気がつけばあたり一面砂の山、そうマリオは砂漠へとやってきた。黄色い丘がいくつも連なる、一方はピュアハートを求めて進むのだった。家って何なんだろう。ノッティーキッズくっさ。ほんとね。どっかにある。ピュアハートは買う。あ、ピュアハートあるってあるってあるって。マジか。これ1の4だと思ってたから、まだ、流しかと思った。だいたいこんな感じね。なんとなーくマップを覚えて、とりあえず、あ、こいつ一撃になったね。あ、桃取れない。桃が、桃ーピーチピーチピーチの説明がわかんなかった。取れなかった。なにこれ。スピードフラワー。スピードが速くなる。やったー。さらに、この間に獲得したスコア、今度3倍。おっ、ちょで、この辺は特に何もないんですか。何もないんですか。あ、いますね。これどうすんだ。あいつどうすんだ。あれなんかアイテム使わないといけないやつ。あの、キノコ。あ、おお。おー、お菓子の元じゃん。お、キャッシーさんがいるってことですか、今。キノコ帰って、結構あれだね、頭使いそうですね。でさ、この上になんかない。なんもないか。あ、カードがあるやーん。テトラポン。テトラポン。いた。あ、なるほどね。そいつを投げるのか。あ、こいつ音符。砂の下が怪しい。え、砂なんか落ちたら死ぬでしょ、これ。どう考えても。どう考えても落ちたら死ぬやつでしょ。ダメでしょ、これ。絶対落ちたら死ぬやつじゃん。なんだこいつ、なんだこいつ、なに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 。あ、痛い。あ、やばい、落ちる、危ない危ない。やばい。こっちが、怪しい。本当に?じゃあ行く?死ぬじゃねえか。普通にダメージ食らってるじゃん。あー。なるほど。あ、なるほどね。あ、わかった。こいつの弱点わかった。踏めない。え、こっこっこー。え、こっこー。え、こっこー。え、こっ。やったぜ。なるほど。やべえな、頭つけるな。やばいぞ、これ。奥深いぞ。そういうことなんだよ。で、石がいたけど。ちなみにさ、この石のやつってさ、あ、投げるだけなんだ。ソニックとかも、リュウサの下に隠しがあったりして。でもあるゲームあるよね。なんかマリオってリュウサの下になんかあるイメージあんまない。あ、なんか右側にある。これも言っていいな。でもあれなんだよ、ね。基本的にさ、あー、なんかまた変なの出てきた。かわいい。かわいい。完全に、グリンゲル。完全にグリンゲルですよ。今来たおすどうも、こんばんは。どうした?どうしたクリボー?点々があるぞ。あー、なるほど。どっちでもいけますよ、アピ。俺っちどっちでもいけますよ、アピ。なるほど。HP が10、毒に対して8密。あ、持てなくなった。俺、何が捨てた方がいい?つくし。つくし7だから捨てよう。回り道とか。キングオブザコ。でもさ、
これさ、右に行けって矢印書いてあるじゃん。右に行きたくないんだよ、ね、これこのまま、いやーどうしようかな、いやどうしようかな、これ、あ、でも、あーどっち行こうかな、これ指示されてる方に行きたくない派なんだよな、俺。こっちでいいのだろうか、果たして。右が正規っぽい。砂漠の耳寄り情報。赤のヤシの木を探せ、木の下で10回ジャンプすること、いいことある。あったよね、さっき。あったよね。あったよね、あったよね、あったよね。ああ、次元にしないといけない方が基本的に隠しだったりする。そういうこと？あったよな。よいしょ。あったよね。どこだっけな。一番最初じゃなかった？このステージ。あれ？もっと前だっけ？今来たわごティーペーパーマリ楽しい。めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しい。超楽しい。前のエリアだったから、なんか一色だけ違うなとは思ってたけど、特に触れずに来たんだけど、あれこんな前だったっけ？あった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 。おっと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、完全にボーナスでしょこれ。これ完全にコインが5万とあるやつだな、これ。え？なにこれ、なにこれ、なにこれ。ウビーン。あっ！ちょ、痛い。なんつってこいいんだろう。なんつってこいいんだろう。行くか、じゃあ、いいやつ。はい。やべえ、超楽しい。で、落ちて、できるんで倒して、透明。あ、やばい、透明臭い。やっぱ、すげえ倒した、やった。やったぜ。お、どこ？穴もない。次元ゲージの消費を抑えるのは 3D モードで、左行くときは 2D でワープある。コミュニティ登録ってどうやるの？いや、もうこの放送見れてるってことはコミュニティ登録できてるってことは間違いない。乗れない。なんかある？あ、なんか。で？あ、スイッチを持つ。スイッチを持つ。おー、あ、投げるか。取る投げるね。なるほどね。わー、いっぱいいる。いっぱい。ちょ、落ちちゃった。行こう。投げるか。でさ、微妙にさ、奥に進んじゃうんだけど。右側の敵倒したいんだけど。やばい、ちょっと待って、まずい。これは？あ、これこっち側だったね。なるほど。これマイタイブルースイッチファンタジーってやるのだるいんだけど、やった方がいい。やりたかったら、やってください。あの、コメント、今回、あ、そうだ、みんなさ、こうやってみてさ、どう？コメントあった方がいい？ない方がいい？この画面のまんまの方がいい？どう思う？こう。なくていい？そう、立ち見はなんか寂しいよな。
敵多いとここのおすすめ量なっていい。本当にあるぞ邪魔。本当じゃあいいよ。うわ画面上にもあった。うん、あどれどれ、あ、そういうそういうスーパーヒーの子、え、経験値もらえたの？いや、ここだけ1個ないのおかしい。絶対おかしい。泣きました、怒っていい。あ、なんかある。え、なにこれ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 、あれか、あ、無限にもらえるわけではなかった、別に。不思議な、あ、今のキノコ不思議な飴。はぁ、青いキノコね。よいしょ。回復しようか。ね。そうだね。画面が、見づらくなっちゃうのは、そうだよね。仕方ないけど、盛り上がるよねっていうのがコメディアンの人だね。なるほど。まあいいか。やっていくか。ちょっと、一旦じゃあコメビュー出してみる。試しに。試しに。試しにさ。ちょっと出してみない？ステージ1個ぐらい。まあ最初お試しですよ。で、どう？ちょっとこれで多少やってみようか。ちょっと、ドワーッ！ここで止めるわ、若干。あ、いらないね。うん、俺も今思ったわ。あ、いらないわ。これはいらないわ。そう。いや、画面を少し上にして、コメビュー入れようかなとも思ったけど、まあ、今日はちょっとコメビューなしでいきましょう、そしたら。うん。あ、ガッツマンか。あ、ガッツマンじゃねえよ。あ、違う。ペッパー巻いたから。うわぁ。勇者だか、風車だか、知らぬが、ドドーンと通行止めだ。あんた、発射くのってね。そうとも、俺様がドドーンと走る。完全にガッツマンにしか見えなくなってきちゃったんだけど、どうしよう。ドドーンと成敗してくれてる。はい。何？栽培ではなく成敗。あ、ごめん、俺成敗って呼んじゃった。ごめん、ボケチにしたってごめん。どっちでもいいわ、とにかく。お前たちも思い通りはさせない。あなた、伯爵は何をしようとしてるか分かってる？もちろんだ。伯爵様はその力で、この乱れた世界を正しい姿に振り返るのだ。それ邪魔する者は俺様の敵。何人であるともユウさん、ドドーンと消えてもらう。ああ、ドドンタス今までの敵よりも手強い。戦いが始まったら私の力を使ってドドンタスを調べて。あ、はい。では、行くドーン。ドドンタス。待って。ファミコンが、ファミコンじゃない。痛い。調べたいの。先に調べさせて。調べられた。はい。絶対の自信を持っている。HP は25、ギリは1。ジャイアントスイングに使える。はい。やばい。近づかない方がいい。ただし、投げられるのは、捕まえられて投げればチャンスが生まれる。あ、そうなの。あ、投げられた。ちょ、やばい。近いよ。かっこいい。あ、すごい。やるじゃん。弱っ。どうしたらいいか。どうしたらいい。あ、そういうことか。あ、そういうことね。そういうことね。で、投げて、こう、なんか、なってるときに、パターン入った。土俵アイクラかよ。アイスクライマーの投げれんコンボが。鬼畜すぎるよな。チャンスが生まれると。勇者マリオよ。マリオか。あ、なんか俺みたいにかもな。なんか、突っ込みづらいやつだよな。他に見てる人が。マリオじゃなくてマリオ。覚えとけ、マリオ。今の戦い、実力では俺様の方が勝っていた。実
実力でも負けたと思うんですけど、今日は引き分けということにしておいてある。いや、俺が勝ったんだよな。ひげが洗って待って、俺。はい。では、さらばだ。グッドドンバーイ。くっさ。騒がしい男。あ、くっそ懐かしいね。ゲームやってた。どうも、こんばんは。いらっしゃいませ。で、ここですぐ扉に入りかけるんだけど、何かここにアイテムがない。退場の仕方が悪い。ね、お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 、これはね、ボーナスですね、多分ね。Wii U ペパマリ予約した？もう予約しないとな。予約しなくても買えるとは思うんだけど。青い石の上に乗ろう。そして、続きは勇者だけに教えます。はい。じゃあちょっと勇者なんで、先へ進みます。みんなどうする？スプラッシュ？あ、なんかあった。スプラッシュ買う？ペパマリスプラッシュ。なんか、このゲームの成長光景だったらもう即買うんだけど。え？なんもないじゃん。あ、そういうこと？右から読むのと左から読むのみたいな、そういう話？この横を見てください。こういうこと？あ、こういう、あ、そう、あ、あ、あさし、あさし、あさし、あ、そういうことだよ。あ、横だからこう、矢印こうだ。あ、青い石の上で、マイナスと1を一緒に押すといいことがある。はい。わかりました。で、青い石ってどっかにありました。マイナスと1、青い石あった？スプラは、スプラの方は、動画で実況する予定ですね、今のところ。生放送ではあんまやらないかな。多分、動画がいいかなって思いますけどね。やばい、こいつ絶対やばいやつだから、俺ミスするわ。右に行ったところにあった？あった？戻った方がいい？あ、ブルンゲルだ。やっぱブルンゲルなんだよな、色合いが。あったかな？仕事終わった。お疲れ様です。いらっしゃいませ。やっぱダメなやつ？これ。まだ先？あんま見覚えないよね。チョリース。チョリース。チョリース。はい。あのさ、スーパーペーパーマリオ RTA とかあるん？ちなみに。なんかめっちゃ、こういうの RTA 知ってそうな人ニコ生にいるんだけど、いそうなんだけど。いるよね、多分。ペーパーマリ、スーパーペーパーマリオ RTA。なるほどね。で、ここで、そんなすぐ押さないから。先にいろいろ探るから。先にいろいろ探って、なんもないなっていうのを確認した上でいいから。パスならある。で、こう。スプラは酔うから唯一見れないと思う。一応今のスプラっていうのはペーパーマリオスプラッシュってボヨンボヨンボヨン。で、ゴールだ。でも RTA してる人いそうだな、なんか。割とそうっすね。なんか、それぐらいやりごたえはありそう。ペパマリ RPG ならある。OK。さあ、1-3クリア。割とボリュームありそうだし、結構攻略要素とかありそうだしね。迷宮へと足を踏み入れた。中は暗く、暑かった。さっきまでとまるで別の世界。ミハールが言っていた遺跡の違いありません。マリオたちの目的の場所へとようやくたどり着いたのでした。そういえばこのステージ行ったことないとこあったな。行ってないところあった。おや？マジ見逃しがあっただと。なんだろ、すげえ悔しいんだけど、それ。ピュアハート近い。でも、それとは別に強いも力も感じる。ピュアハートだけじゃないみたい。了解。マジか。ちょっとそれ言われると今すぐ戻りたくなるんだ。もうやめ方わかんないよね。わかる。どのタイミングで俺やめたらいいか全然わかんないんだよね、今のところ。なんもないね。
めどきね。マコティどうも。30分で1ステージ1面クリアぐらい。ね、メットはね。メット上から落ちてくるから気をつけたら。つかめなかった。ファイヤーバー。ファイヤーバーか。あれだね。完全にカラカラ砂漠。これさ、うわぁ、怖い。はい、ファイヤーバーで10回ジャンプしたくなるんだけど、そういうのしなくていいって。よいしょ。踏めない、踏めない、踏めない。あ、これが終わってからなんかやめとく。あ、乗れない。あっと、ぶぬ。ペーパーマリオの世界線と普通のマリオと確かね違ったような気がしますよ。確かだけど、っていうかマリオに世界線ってあるの？そもそも。あ、緊急キノコ来た。オッケー、これ大事。緊急キノコいつ大事。そう、さっきから全然アイテム使ってないんだけど、炎炸裂1個捨てちゃっていいか。4つあれば世界線とかってあるの？そう、マリオに世界線っていうイメージが全然湧かないよね。そう、どれもピーチを助けるんで。そうなんだよ。なんか前後の話とかないんだよ。こうやって進んでいけばファイヤーバーをクラッチすると、で鍵穴があるけど鍵はゲットしてなくて、でなんだこれは。左右に進むぐらいは。あ、つくしはいらない、つくしいらない。ザボだから。こういうこと？ああ、こういうこと。アイテム試し打ちしてみようか。確かに、てかもう捨てちゃったんだけどね。これもこうか、これもこうだね、これもこうですね。あ、やばい、死ぬ。あぶれちゃう。これ鍵でしょ。サクサク。ギャラクシーのマリオ1には普通のマリオっぽい。ギャラクシーもやらないとだよね、いずれね。64とサンシャインやってて、ギャラクシー1、2やってないわ。無理だよ。オッケー。で、アイテム使わないのよ。はい。え、クッコー、うまっ。ちょっとこういうやつ、捨てるわ。で、コインを取って、ギャラクシーずっと行ってる。いや、タイミングじゃないんだよ。時が来てないんだよ。橋本的に言えば、時は来てない。それだけだ。なんもない。え、なんかありそうだけど、ここ。時が来てない。それだけだ。ギャラクシーすごい楽しいよ。でも、ギャラクシーやろうかどうしようか、みたいな話をしたときに、みんなに言われたのは、ギャラクシーめちゃめちゃ酔うから、あんまりいいやっていうのはよく言われたんですけど。これでこう。あ、で上に行くんだよ。結構 3D 用意するらしい。あと無限巻き。これは完璧投げるのか、アイス投げられるのか。そう、酔いそう。あ、クッコー。あ、あ、違う。え、クッコー。うえーい。部屋の外で何かが起きた。やった。踏んで起きていきましょうか。一度も酔ったことない。俺もゲーム酔いって基本的にしないんだけどさ、ね、人のプレイ見てるのとやっぱ違うんじゃない？自分でプレイするのと人のプレイ見てるのってやっぱ違ったりするからさ。人のプレイ見てると、酔っ払っちゃったりするみたいな。そこあるんだよね。船酔いとかと同じ症状っていうか。あ、ちょっと気持ちが悪くない。危ない、危ない、危ない。スーパーモンキーボールは酔った。ね。っていうよ。なんで？スーパーモンキーボールはね、あー、そういう、あ、なるほど。ちょ、1マスはそうか。1マスは投げるのか。はい、はい、やったぜ。痛い。めっちゃ踏んだ。
スプラトゥーン 3D 用意した。スプラトゥーン 3D 用意する人は結構やっぱあれだろうね、ゲームとか結構厳しいかもね。まあ、3D 映画とか有権の人はね、そのたちはね。3D 使っても分かんなかったらこれ使おうみたいな、そんな感じだね。チャーは酔った。ああ、俺もね、スポーツのチャーはね、酔ったな。めちゃめちゃ酔ったね。そういうのあるんだよ。こう入って、こうやってやると、中の鍵がゲットできるんですわ。鍵があったの知らなかったんですけど。で、バス酔いとか船酔いとか、みんなバス酔いとか船酔いとかちなみにするん。そう。バス酔いとか船酔いとか。はい、左怪しい。あたまーにするしない。でもさ、あれだよね、乗り物酔いはさ薬があるからいいじゃん。乗り物酔い用のゲーム酔い用の薬ってなってないからさ、やだよ。やばい、きつい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 寝れなくないかって新幹線って景色が早すぎたってそういうことか。わかんない。まあ、船酔いはなんか全然意味わかるよね。バスとかよく言うんだね。いや、まあ大変だなっていう一回だけある。なんか今なんかあったかなって一瞬見ちゃったけど、これこうじゃない。反応しないんだよな。なんかうまくやらないと。新幹線は快適。俺も新幹線は快適すぎる派なんだよ。富士山見てたらよった。そう。あるかな。はい。そう、センサーのね、位置がね、どうしてもね、難しい位置なんですよ。この位置で、パソコンとかとの兼ね合いがあるんで、あ、レッドスイッチ。センサー下に、ほんとね、画面右とかにする。これさ、うわー、助けて、怖いよー、だけどさ、これやったらさ、うわー、怖いよー、助けてーやだー怖いやば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 い。あー、埋まってる。ふっ。怖さ倍増で草。これさ、踏めるの？大丈夫なのこれ。踏んだらダメージ食らわんこれ。食らわねえのかよ。なんで回ってる時に食らって、こう回ってねえ時に食らわねえんだよ。そう、あのね、テレビ使ってないから。テレビじゃない。おー、答え見ちゃった。先に答え見ちゃったなぁ。答え見なきゃなぁ。よかったのになぁ。なんで答え先見ちゃったんだろうなぁ。まあ、厳しい。あ、手パマリって落下ダメージあるのかな。まあ、高いところからまだ落ちてないかわかんないね。ね、小型モニターだからね、あれなんだよ。モニターの上に固定とか下に固定とかっていうのがないんですよ。ないの、ないの、ないの。やばい、バクった。あ、大丈夫。モニターいちいち出してるからね。ゲームやるときに。パソコンの画面の前に、なんかちょっとこう、ちっちゃい台を出して、で、その上にモニターを出してやってるから、なんだろう、手前と奥で2画面でやってるんですよ。その配信とかゲームやるときとか。実況やるときもそうなんですよ。なんかツインモニターとかってさ、あ、レベルアップこれ。あ、経験値か。
ツインモニターって大体あれじゃん、左と右とか上とか下とかじゃん。俺手前と僕の感じだ。初見ですわ、こっちどうも。こんばんは。ボスだな、ボス来たな、ボス戦だな、これ。間違いなくボス戦ですね。てかさっきのやつ中ボスだったのか。そう。面倒い。俺の環境だとね、そうせざるを得ないんだよね、どうしても。特にさ、スプラッ、蛍光スプラトゥーンとかやってるとやっぱラグが結構さ、出ちゃう。困るじゃん。マリオ RPG とか。余計にそういうの、気にしい。やば。強い。あー、ごめん、負けたわ。強いわ。侵入者よ、命が。惜しくば、今すぐ、ここを立ち去るがいい。あ、じゃあ立ち去る。さもなくば、宝の守護者である。我が、お主たちをギッタンギッタンのぺっちゃんこのぐしゃんぐしゃんのぽっこんぼっこんのぐっとんぐっとんのむむむむむ赤い服に青い角に、そしてふさふさのひげ。お主の姿、まさか。ちょっと待って、今メモリーを検索する。ピピピ、メモリーに検索中。ピピピピ、ガチゴラスかな。弾が良さそうなガチゴラスです。データベースに一件該当人物あり。間違いない、あなたは勇者様。失礼しました。我はこの地に収められたピュアハートを守るズンババ。予言に歌われた勇者様、来られるとずっとお待ちしておりました。どうぞこの部屋。戦わないの？あ、そうはいかないよ。そうだよね、そりゃそうだよね。何？シレット、どうも、こんばんは。ヒゲヒゲボンジュール。僕はノワール伯爵に使える華麗なる庭の道化式ね。ああ、リメンさん。大学の知り合いに抜けるのと同じのリメンさん。このまますんなり目的を達成したらつまらないだろう。もうちょっと楽しんでいきなよ。まさか、心変わり。ビガガ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 。これでよし。じゃあね、ボンボヤージュー。彼は一体何を。ピー、不正な操作を行ったため、プログラムを再起動しました。システムデータが、まあ、なんか早すぎて読めない、早すぎて読めないです。やばいです。メモリーカードがぶっ壊れた。やばい。プログラムが、アプリケーションがエラーを起こして発生して、セーブデータに故障をきかして、これは404のページがファインノットファウンドとかいう、よくインターネットで見るやつになりました。行こう。頭がおかしくなったぞ。わーズババババーン。やば。これだ。みんな、これがインターネット中国中毒だからな、みんな。スマホ中毒の最終形態これだからな、みんな気をつけろよ。あんまモッキーの動画見すぎるとこんなになっちゃうから。消え失せろーなっちゃうから。みんなの慣れの果てだ。気をつけろよ。どうすんのこれ。なに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 、ちょっと出てきたら、出てきたら、出てきたらやる。出てきたら。ちょ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 。はい。1秒半内、攻撃1かよ。空中自在に飛ぶことができて大きな口で襲ってくる。おそらくは頭の上にあるあのアンテナの角が弱点、なんとかそこにダメージを与えて、次元技トルナゲールの力をうまく使う。はい、了解。了解。次元技？次元技？待って、どうすんのこれ。どうしよう、どうしよう、わかんない。なんか近くに、ここだ、ここだ、ここ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 、無理じゃね。無理じゃね。どうやるんだこれ。どうするんだ。トルナゲール、右から来るわ。次元松の 3D に切り替えた。はい、取れる。え、取れる。え、これをさ、このこれダメだな。このタイミング攻撃できねえな。ってことは、
ってことは、ってことは、ってことは、踏むのか。踏むのか。はい、来い。来るタイミング教えて。来るタイミング教えて。はいはいはい、はい、オッケー。で、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 あ、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 お、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 パカッコ、パカッコ、届かない。ちょっと、あ、よし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 、やった。よしよしよし、わかった。やっとわかった。はい。はい、無限ループ、はい、無限ループ。はい、ちょ、おー。よし、持って帰ろう。ちょっとお土産にしよう。ちょ、メイドのお土産に、ちょっとルイージにこれ、あげるんだ、これ。よいしょ、降りまーす。あ、降りちゃった。降りなくてよかったやつ。降りなくてよかったやつ。ゴエモンで見た、確かに。言われてみればそんなのあった気がする。やっぱ初見だとこうなってしまいますね。申し訳ない。申し訳ない。ちょっと分かってる人に対してはイライラプレイなんですけど、やっぱ初見プレイなんで、ご容赦いただくと。なるほどね。もう、一回でもパターン掴んじゃうともう勝ちですよ、これ。ていうかさ、こんだけさ、沼プレイしてもさ、HP こんだけしか減ってないんですよ。やっぱ一面のボスで。もうこっからパターンですよ。はいよ。で、ちゃんと、最初は受けるの。最初避けて、こういうことか、こういうことか。そう、みんなも初見プレイの時の自分を思い出しながら受けてほしいね。ふっ、あのね、慣れたら早いから、慣れたらもっと早いんで、慣れたら一瞬だから。あ、これあれなんだ、俺ルイージに手土産で持ってくんだ、これ。ルイージにこれお土産持ってってあげないとさ、かわいそうだなって思ってさ。え、とっか、自分じゃ、あ、飛べない。飛べなかった。飛びたかったけど飛べなかった。普通に気立ってるよ。このアプロだとコントロール C ぐらい。そうだね。コントロール C、スタミナ E ぐらいじゃないですか。で、変化球は一番いい変化球が3で、総変化球が6ぐらいだと思います。で、球速が140。もうちょい。ふっ。まだ慣れてない。ガチ勢ここワンタンキルするんだろうな。あ、意外とさ、高いよ。まだ？あ、いった。ズバババーン。ズバババババババ。今、我は何を、勇者様、失礼をいたしました。どうか、世界をお救いください。ババ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 。これがあれですよ、インターネット中毒の末路です。気をつけてください。最後骨だけになって砕け散って空から落ちていきますから、インターネット中毒になって怖いですね。終わりで、ここで素人は入ります。俺らは骨になった。気をつけますね。でも気をつけてくださいね。健康には気をつけてください。皆さんも若いとはいえどね、これからがありますから。何ですか、誰ですか。あ、わしの名はクリスタール。クリスタールもいたよね、マリオストーリーに。すごい後半の方に1500年間あなたが来るのを待ち続けてました。規模がでかいですね。この BGM 好き。あなたがここに来たということは、ついに世界の崩壊が始まったんですね。そうなんですよ。食い止める私たちはここに来た。ピュアハートを渡す前にあなたたちに伝えなければならないことがあります。大事な話なので、お聞きください。
遠い遠い昔、私たちは今よりずっと、ね、進んだ文明を築いていました。なんで、なんですっかりちゃったの。黒の予言書、はい。誰が書いたかもわからない、その黒い書物に、これから起きる未来の出来事が予言されていました。最後のページは、世界は混沌の力に覆われて、滅びると書かれていたのです。何回も聞いてます。はい。悲劇を防ぐ手段を考えました。悪しき混沌に対抗するには、純粋な愛の力を束ねるものが必要だと。そう考えた、研究のせいに作り出したのがピュアハート。ピュアハート8つに分けて別々の世界に隠した。予言にかかりし勇者の登場までそれを奪われないようにするためです。全ての順調に進んでいるように見えました。しかし運命の歯車は静かに震え始めていたのです。それはまず表情にさ、非常に些細な出来事が始まりました。私はまだ純情可憐でプリチーなイケイケピッチピッチギャルでした。そんな私はある日、二人の男性からその思いを打ち明けられたのです。その日、私の生活は引き返すことができないラブバミューカへと突入して、ラブバミューカ。まだ、これ飛ばしていい。つまり爆発しろってことでしょ。うん。話が長い。うん。この、なんとか一族にあるやつ。うん、あ。というわけで、ピュアハートこそ暗黒の力に対抗する希望なのです。ああ、はい。伝えたいことは以上ですが。ちゃんと聞いてましたか？あ、はい、聞いてました。聞いてました。もちろんです。もちろんです。はい。はい、家が出ても、はい、押すやつです。はい。あ。とにかくあなた、今の手短だったの。しかし、救ってくれるってこと願っていますよ。やったー。よーし。これでピュアハート二つ目。まあ、北産業でいいよな。イェーイ！ピュアハート！ゲット！結構でも、あれですね。これで、だいたい、一面クリアするのに、100分ぐらいかな。結構くまなくさですね。1500年間の分のマリオに特して、二つ目のピュアハート手に入れました。残るピュアハートの三つですね。狭間タウンへ、そうつぶやくアンナにマリオは黙ってうなずくのでした。オッケー。いいね。そうだなぁ。まあ、ちょっともうちょっと行きましょうか。狭間タウンに行くとこぐらいまで行こうか。こっぴどくやられて戻ってきたというわけですか。申し訳ございません、伯爵様。このドドッタス一生の不覚なんとかにしたらよいんだ。さすが勇者、なかなか怖いではあるな。はぁ、あ、勇者が現れる場所を調べるである。罠を張って勇者を逆にと言わせるではある。その件につきましては、すでに場所を特定し、マネーラを動かしています。さすがだわーる。さすが。無敵守りの力を使うの、使いこなす。あの力の前ではさすがの勇者も手も足も出ない。無敵は無理だな。楽しみだね。そうだね。2時間ぐらいで会話覗いたら1時間半だね。連打してたら1時間半ぐらい。OK。連れてくれるクッパー部下の一部が未だ抵抗を続けています。私はその処理に向かいます。そしてあなたは、ここでしばらく反省しなさい。まあ、そうなりますよね。守る無限使用可能。俺様一体どうしたら、カイトだな。クビだな。リストラってやつだな。ん？もうちょっとでもストーリーありそうだしね。ガッツマン。今来たおっと、もうこんばんは。私、どうしてこんなところで寝てるのかしら。確か、ノワール伯爵って人が無理やりクッパと結婚させられようとして、そしてそこへルイージが、あ、ルイージ、クッパ、どこにいるの、どこなの、どうなの。ここに倒れていたのはあなただけでしたよ。ルイージは、あ、ノコブロス、ノコノコ。目が覚めましたか、ピーチ姫。あなたたち、無事だったの。はい、なんとか。しかし、我らが、クッパ様がどこに、我々にもわからないのです。あ、ピーチ姫がおっしゃった緑の日で、じゃなくてルイージさんの行方もわかりません。他の仲間たちは、ほとんど、ノーアール伯爵のリーダーズの手下に捕まってしまったようです。ここにいたら我々も危ない。一刻も早く、逃げ出しなければなりません。でさあ、ハンマーブロスとのこの子ってどういう関係なんだろうね。一緒の同じ亀族じゃん。やっぱさ、ハンマーブロスの方が階級上なのかな？係長とか部下みたいな、そんな感じなのかな？
だから前に向かうノコブロスの方が、仲間を見せて逃げ帰ったら後でクッパ様に叱られますから。それではゴブリッチ様、クッパ様万歳。上級兵士気をつけて。さあ、いつまでここにいるのは危険です。我々行きましょう。ピーチ姫ウィー、あーピーチ姫動かせん。おー、あパラソルでいける。和骨どうも、こんばんは。あ、かわいい。あ、そうか、ピーチ姫はあれか、無限技ないのか。無限技じゃないの、次元技ないのか。これ今乗れたよね。あれ今乗れたよね。あれ、あーあー、あ違うのか、パラソル敷いただけか。あ違う、ああなるほどね。パラソルか、行きますか。じゃあペーパーマリ初見です。ワトッピーどうも、僕も初見です。観念しろ、もう逃げられないぞ。どうした、ビバー伯爵、抵抗は無駄だ、おとなしくしろ。お前たち目を覚ませ、俺がわからないのか。無駄ですわ。あ、ボーカロイド、悪いボーカロイド。彼らはすでに伯爵様に絶対に忠誠を誓ったのです。さあ、あなたも伯爵様をお使いのです。お使いするのです。何を言う、俺が使えるのはクッパ様だけ。誰が伯爵ごときに。ああ、ダババ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 ビバ伯爵。安っ。忠誠心安すぎだろ、クッパに対する。あんた見つけ次第、そいつを捕らえ、私の元へ連れてくるのいいですね。イエッサー、クッパなんだ。サングラスかけさせただけなんだよ、ね。なんてことだ、隊長まであいつらに、隊長だったんだな、今のやつ。見つけたら終わり、あ、見つかったら終わりです。急いで脱出しましょう。はい、わかりました。いいの？いいの？あ。あ。なんか普通にのこのこ歩いてきてるんだけど。洗脳されたな。いいのか言って。いいのか、いいのか、いいのか。大丈夫なのかこれ。大丈夫なのか言って。怖すぎるんだが。どうしたらいいの、言っていいの。すげえピーチ姫の歩き方可愛いんだけど。やばい。どこだここ。あの人勝手についてくるよ。人っていうか亀だな。そんな行き止まりだなんて。引き返しましょう。行き止まりみたいです。引き返す、あなたが引き返せる道などもうありませんわ。マジで。あ、やべえ。あなたは下がってピーチ姫。こいつは僕が。あばば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 。ビバ伯爵。やばい。あの爆発で生きていたとは驚きですわ、ピーチ姫。しかしこの幸運もここまでですわ。さあ、こっちへ来なさい。安い。安い忠誠心。嫌よ！私の力を受けてもまだそう言ってられるかしら。さあ、確保しなさい、ピーチ姫。な、どこへ消えたのです。ワオツ、これってステージ1も終わった。終わりましたよ、辻さん。滅びの予言はすでに実行にされています。もう、女の、あの女には用はありません。それに、どこへ逃げようとも、いずれすべて滅びるのですから。怖い。このボーカロイドマジで怖いんだけど。さあ、このボーカロイドの名前が出てこないんだよね。あ？目が覚めた。ここはどこだ、まさか人間の屋敷。動いちゃダメよ。あなた、崖の下に倒れていたのよ。きっと足を踏みずり外したのね。お前人間だな。僕は恐ろしくないよ。僕は闇の一族の。何を言っている、怪我をしている人を放っておけないでしょう。それが私たちが初めて出会った日。そして、すべての悲劇が始まった日だった。ここ大事なの。ここ大事なの。今すげえ、なんとなく読んでたけど、超大事なの。あー、戻ってきた。戻ってきた。来た。で、多分なんかイベントあるでしょ、きっと。はい。ステージを選んでいくことができるようになります。まずはデアールのところ行きましょう。はい。デアールのところへ行くんで、降りればいいんだよね。ここ2周目で入ると印象変わる。わー、なんかあるんだろうなー。なんかあるんだろうなー。なん
かあるんだろうな。ここ覚えてないとストーリー楽しめないまで。そんなに大事今の。マジで。マジか。ちょっと覚えとこう。覚えとこう。暖かい場所でしょ。暖かい場所で、どうたらこうたでしょ。帰ってきたのであるな。ちょっと、苦いそうな、僕動画。お主たちの顔から、さすがにうまくいったようであるな。中へ入るである。はい、である。誰かの過去の話。マリオの？それでどうであった？ピュアハート見つかったであるか。その輝き、まさに本物のピュアハートである。クリスタール、彼女からもらった。なんと、クリスタール様とな。その方はわしのご先祖様である。黒の予言書に対抗するために白の予言書を記し、この街を作り、その門残したクリスタール様、めっちゃ偉い人だったんだ、あの人。話長かっただけだと。で、アールさん、大変です。こいつクラムっぽい。なんであるか、その、慌てて。それが、なな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 、ボーン、スーピー、ボーン、なななな、違う。それから、女の子が降ってきた、空から女の子が、親方親方、ギャルとは言ってねえだろ。女の子って言ってんだろ、俺。なんでギャルなんだよ。わかりません。とにかくエレベーターに乗って上の階に行ってください。わかったである。ちょうど良い。マリオ、お主も一緒に来るである。ギャルとウハウハでピチピチの、キャフなことをするである。よし。なんもないである。行くである。いや、なんかあるんじゃないか。この上に何もないである。何もなかったである。何もなかったである。30秒で支度しな。セーブしたいんだよな。あ、向こうに行くのね。神ゲーやってんじゃん。マジ神ゲーすぎるんだけど、スーパーペーパーマリオ。マジで神ゲーなんだけど。今来たまごてぃどうも。こんばんは。こっち？ここから上に行った感じ？あ、そんな感じ？マジで神ゲーなんですけど。上上がりまーす。いや、失敗作はあれでしょ、シールでしょ。この次の作品が大失敗作。みんな散々、絶対やらなくていいからって散々俺に言ってたから。ここで塔を見上げたらいきなり落っこしてきたんです。ブーブー、見たことのない格好であるが、一体何者であるピーチ！どうした？おう、ピーチだよ。ピーチだよ。ピーチ姫。では、この者が、伯爵にさらわれた姫ではあるか。いや、クリアしたね。ピーチ見つけたからクリアしたね。簡単には目を覚まさない。それに体、冷え切っておる。どうしたものか。女の子、おばさんの間違いじゃないの。ピーチ姫何歳なんだろう。1階にある料理、ドロシー。あ、キャッシーちゃんじゃないのね。ドロシーちゃんなの。彼女なら何か体に温まる元気が出るものを作ってくれるはずである。それがあればきっとピーチ姫も目を覚ますである。良いか、ドロシーの料理屋は、この街の1階じゃすぐ行ってくるのである。行くよ。じゃあ行くである。1階まで行くである。マリオより年下。マリオが27だよね、確か。マリオ27ですよね。あれ？マリオ26だっけ ?27 だっけ27だよね。で、マリオ27でしょ、確か。設定上。24号とか。26前後か。26前後か。え、じゃあ、そうなんだ。26前後が一番あれなんだ。モッティと同世代。え、てか、ピンポイントなんだけど。おばさんが、ね、違わないか。何ばあさんではない。では、ひいばあさん。大丈夫、死んで、そのまま死んで。よし。青ごはひいね、ばあさん。ばあさん、料理をくれ。うちの人に会った外名、年のせいで目が悪くって、相手の顔もよくわからないんだ。いつも怒鳴ってばっかりで困ったのを、まあ、それ激しいのが好きなんじゃないか。まあ、スマブラデラックスで26前後って書いてある。ってことは、じゃあ、ピーチが、25とか4とかそんぐらいなんかね。マリオって永遠の26歳。そう、永遠の26歳ですよ。いらっしゃい。
ああ、料理屋スマイル。あ、こういうわけがあって。かぶっちゃってごめんね。お友達が目を覚まさない、それは大変ですわ。友達だったんだ。恋人じゃなかったんだ。熱々スープ。炎炸裂から作ることができる熱々スープならすっきり目を覚めることができるわ。炎炸裂アイテムを私のところへ持ってきて、はい、ありますよ。ありますよ。もちろん、3つぐらいありますよ。はい、あげます。はい、どうぞ。作る。それじゃあ熱々スープ作るね。ファイヤーフラワーから作ったやつだよね。DS がある。本当に？DS あった？どこどこどこ？あ、本当だ。全然気づかなかった。全く気づかなかったんだけど。ああ、持ってくありがとう。これ何これ？ただいま調整中です。これ何？これ何ができるの？これ何ができるの？なんか DS と連動できるの？お料理ナビ？お料理ナビできるの？幸せます。レシピ覚えててくれる？確かになぁ、レシピな。何と何を組み合わせるみたいな。結構大変だったもんね。それはありがたいかもしれない。あ、なんだ。アーティーさん。アーティーさん。あー、面白い学校してるわね。今そういうのが流行ってるの？それ、いただき。早速次の作品に使うわ。流行ってるよ、これ。どんどん取り入れていく。それが一流のクリエイターよ。そうですね。うちのパパは新しい刺激を何でも受け入れちゃうの。だからみんなにポリシーがないって言われてるらしいの。でもそれっていけないことかな。いいこと言うな、お前。いいこと言うじゃねえか。マジで。YouTuber の息子みたいな感じだな。雰囲気的にはな。ペーパーマリオ RPG ね。やったことはあるんですけどね。クリアできてないんですよ。残念ながら。ラララララブラビニュー、私は幸せよ。そうだ、ペーパーマリオ RPG を本当はやりたかったんですよ。で、やって、これやって、で、シール飛ばして、スプラッシュ行こうかなと思ったんだけど、うん。まぁ、ちょっと時間というか日程の都合、ちょっとこっちを先にすることになったんですね。そうそう、30分10本勝負で、毎週毎週でやってたんだけど、なんだかんだ飛び飛びになっちゃって、ね、俺もみんなもストーリーわかんないな、みたいな感じになって、あ、やべ、ここじゃなかった。間違えた。で、なんか、ね、飛び飛びになっちゃって、いつの間にか消えてなくなっちゃった。まあ、いずれやるよ。ペーパーマリオ RPG は。やるやる。絶対やる。亀のところまで行った記憶ある。3面あたりだよね。3面か4面まで行った記憶はあるんだよな。あとはスープ、オッケー。パッチリである。早くピーチ姫を飲ませよう。はい。飲んでくれ。スプーンだから飲めんのか。おー、目を覚ましたようである。今なんだかとっても美味しいものをいただいたような気がするわ。こんな気分、ね、久々。はい。はい。マリオ！どうしたったのね？ん？ん？ところで、ここはどこ？ここはハザマタウン。あなた方は？わしは DR、そしてアンナ。まあ、とにかく一旦わしの家に来るである。話はそこでするである。そして家に連れ込んで、ああだこうだするである。ゲームクリアでしょ、これ。クリアじゃないの？目の前にマリオたちがいたと。うん、そういうことがあったら大変じゃのう。ね、マリオ、クッパやルイージはどうなったの？知らない。そう、わからないのね。体も無事だったらいいけど。うん、別に無事じゃなくてもいいかな。無事だし。である、次はどうすれば？ピュアハートを開き、勇者を導く。まだいくつものハメールストーンが存在する。意味深。前と同じようにピュアハートをはめるのである。さすれば次なる扉が開き、ピュア、開いてるのね。はいはい、オッケーオッケー。じゃあ、水素一足であるが、次のトリビア、神秘のまじないし、サンデールじゃん、サンデールさんじゃん。ところで通ずるものではないかと思っている。これ、あれだね、繋がってんだね、ちゃんとね。そう、サンデールの館には、先祖より代々守り受け継がれて神秘の宝があるって聞く。それがおそらくピュアハートだ。潮の予言書にもサンデールのこととおぼしき記述があるのである。じゃあ、サンデールの人というところに行けばいいのね。え？ティーチも行くのか？無理するでない。お前はここにいるべきである。そして私と無夫婦な生活を送るべきである。滅びてしまうかもしれないのにおとなしく知られないわ。それに私とクッパのせいで、混沌の力が。いや、そんなことないと思うよ。
私行きます、もう決めたんです。マジマジ、ピーチ動かせんのこのゲーム。繋がってるっていうか、手塚治虫のスターシステムみたいな。ああ、ごめん、手塚治虫のスターシステムがわかんないけど。これ思って以外に。ごめん、それがわかんない。すまん、俺手塚治虫の漫画あんま読んだことない。家の近くで使えると思う。あ、そうなんですか。城の予言書の解読を続ける。あの本にはまだまだ多くの謎が隠されているからな。ルーカ、マリオ、ピーチ。なんとしても伯爵の野望を阻止するのである。さあ、マリオ。アンナ、行きますわよ。よし。火の鳥システム。同じ見た目の別作品の別キャラ。ほう。ニオン、あ、それできた、できた。傘でガードして敵の攻撃弾くことができる。おー。ほう。あ、でもやっぱ 3D は使えないんだね。ん？とりあえず、あれ？はめる。それほぼ無敵。はめるストーン3回？え、鍵は？鍵どこで使うの？鍵使う場所なくね？あ、まだ全然先？全然先か。あー、なるほど。あー、そうか。いつまでもピーチで遊んでいるわけでにはいかないみたいな、そういう話なのか。とりあえずはめるわ。これさ、ピーチとマリオもちゃんと使い分けて攻略していく感じなのね。あ。あれ？あ！あ！はめるストーンのはめる場所いっぱいあるの。いっぱいあるんだ、ハメールストーンの。ここじゃないの、全部。あ、そういうことなの。あ、そうなんだ。あ、全部ここだと思ってた。ハメる場所7つある。マジか。答えは7つある。あ、右側になんか面がある。面っていう。あ、おぉ！あ、なるほどね。こうやって、あ、こっちこっち。はい。そうか。その時その時で使えるものを増やしていきながら、あっちこっち行きながら、先に進めるみたいな。ああ、なるほどね。だから、いずれ、この、スーパージャンプみたいなのが、使える、あ、あれか。いつか、これハンマーみたいので、これぶっ壊すようになると。そういうことだな。それに行ける場所が広がるってわけだな。ハンマー使えるんだな。なるほどな。いい推測。鋭い推測。この辺に、ハメールがある、あるはず。あ、これ上かな。はん？はん？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  え？あ！なんかあった。この先、外部モンスターが住んでるよ。こっち？こっち行っていいの？大丈夫？大丈夫？なんか次の面に行く直前ぐらいで終わろうかなって。あー、で、ここでヒップドロップして、なんかうまーく、杭と杭をうまく出させて、なんか次の面に行けるみたいなね。みたいなね。そういうね、ここ下に出して、上に上げて、その上がうんたらかんたらみたいなね。マリオストーリーでいうところのステージ6のさ、なんか、ヒップドロップで上と下に行くとこみたいなね。なるほど。あんな大きくなってる。本当に？マジか。この先？ここなんもない。ここ？奈落に落ちたら秘密の場所に行けるか？ここ
もあるな。そう、フラワーガーデンのあれ。そうそうそう。斜めってる。神！神！マジ？何？あ、カードだ。やった。見してやった、なんかゲットした。でやーる、でやーる。ラッキー。んで？あ、敵だ。え、大丈夫なのこれ。2の1入っちゃわない？困った時には次元技、それが冒険の基本。はい。ここも落ちようじゃん。絶対なんかあるでしょ。ないんかーい。え？で、困った時に次元技。あれ？あ、まだある。え、結構ちょ、待って、奥まであるんだけど。大丈夫これ。セーブポイントとかあるよね、ちょっとどっかに。不安なんだけど。は、これは、ずれてる。絶対。そう、ずれてる。結構広いね。ハメールストーン、あ、石の上にふわふわ飛んで渡って進むべし。あ！あー、なるほどね。なるほどね。で、こう上を渡っていかないと、この先に進めねえみたいな。マリオだといけねえみたいな。あー、なるほど。へー。わ、めっちゃ考えられてるね。すげえわ。たまりすげえわ。初日にしてここまででさ、ここまでなんか、度肝抜かされるとは思わなかった。あ、あ、ここカット、ここカットでお願い。あ、あ、あ、めんどくせえ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 。ふっ。押しっぱなしでいいのね。二度押しじゃないのね。あ、すげえ高く飛ぶじゃん。よいしょー。いや、ちょっとまだこの段階で、いや、神ゲーだわ、認定するのは、ちょっとまだお前全然やってないだろって言われそうだけど、いや、これは神ゲーだろう。どう考えても。よーし。で、ステージの扉は、狭間タワーの最上階。あ、ね。多分、そこハートがいっぱいあるから思ったけど。じゃあそこで行って、セーブして、終わりかな、今日は。おー。いや、これはね、楽しみだわ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。今月26日月曜日にニコニコ公式生放送に出演することが決定しました。ということで今回はなんと VR でホラーゲームをやるみたいです。ええー、怖えー。また明日あったかくして寝ろよ。